大橋のぞみ5月9日隊は、セントラル子供劇団に所属していた、元子役、元タレント。2002年の3歳の時に再現ドラマの仕事で、子役デビュー。2004年には、人間の証明で、ドラマデビューを果たした。2007年12月5日に、映画、崖の上のポニョの主題歌で、歌手デビューを果たす。2008年12月31日に行われた、 第59回 NHK 紅白歌合戦で、藤岡藤巻と大橋望みとして出場。これは9歳237日で、当時の史上最年少出場であり、それまでの河野義之の11歳310日という、記録を54年ぶりに更新した。番組の開幕宣言において、切手のない贈り物を歌った。本番での歌唱を終えた後、楽屋で、 ユニットの解散宣言をした。2009年4月には、関西テレビ制作、フジテレビ系ドラマ、白い春で連続ドラマに初出演した。同一クールで日本テレビのテレビドラマ、ザ・クイズショーにも掛け持ちで出演した。小役のゴールデンタイムの連続ドラマにおける、掛け持ち出演は異例。 同年12月31日の第60回 NHK 紅白歌合戦では企画コーナー子供紅白歌合戦の枠としてのんちゃん雲に乗る崖の上のポニョをメドレーで歌った2012年3月末学業優先を理由に引退したありがとうございます